動物愛護法違反の疑いで書類送検されたのは千葉県八幡市に住む飼い主の女性です警察によりますと、今年3月八幡市の自宅で200頭余りの犬を劣悪な環境で飼育して衰弱させるなど虐待した疑いが持たれています警察は去年10月、動物保護団体から通報を受けて捜査を進めていましたこれまでの調べによりますと 飼われていたのは雑種の小型犬200頭余りで糞尿が適切に処理されていない不衛生な環境の中で多くが皮膚や目などに炎症が出る病気にかかっていたということですこれまでの調べに対し飼い主は容疑を認め糞尿を放置していた上狂犬病の予防注射も打っておらず虐待と思われても仕方ない 正直こんなに増えると思わなかったと供述しているということです飼育されていた犬のほとんどはこれまでに県が引き取り動物保護団体などの協力を得て新しい飼い主を探しているということです糞尿まみれだったりあのきちっと世話がされてなく犬たちがストレスになっている状況 っていうのはもうこれはネグレクト虐待ペットブームって言われていますけれども自分に何かあった時にこの子がどうなるかっていうその先のこともやっぱり考えるべき。